ヤグー宗則の一生。1571年にヤグー宗義の五男として大和で生まれる。父は剣聖と称される上泉の仏名から新影流を受け継いだ剣豪であり、宗則も若い頃は兄たちと共に父からその剣術や兵法を学んだ。一方、ヤグー氏はもともと黒人の家系であったものの、時の天下人、織田信長や豊臣秀吉の介入により、父の代で領地没収などがされ落ちぶれてしまう。24歳で父の推挙を受けて当時第二の実力者、徳川家康に仕えることになる。父と共に武前、黒田長政の仲介で家康に招かれ、父が術技、無刀取りを披露し、家康から直接剣術指南を頼まれる。しかし父は68歳と高齢のため辞退し、代わりに宗則を指南役として推挙したという。30歳には日本を二分した戦いにも参加する。関ヶ原の戦い、秀吉が死没し、恩義がある石田三成中心の西軍と家康中心の東軍が戦う。宗則は丘陵の豪族と協力、工作し活躍。最終的に東軍が勝利し、宗則は丘陵地の大和や偶僧に戦国を取り戻す。翌年には家康の後継者、秀忠の指南役となり、さらに戦国も加増され、45歳の時には豊臣氏との衝突戦に参加する。大阪の陣、宗則は秀忠に迫った7人を瞬く間に倒したという。翌年に起きた事件により坂崎氏の家紋や武器、屋敷を引き継ぐ。坂崎事件、千姫事件、坂崎直盛の反乱未遂事件、直盛は自害を条件に家には手を出さないことを宗則と約束したとされるが、結果的に坂崎氏は滅亡してしまう。それを忘れぬためか、宗則は矢宮家紋に坂崎家紋の苦い傘を加えたという。51歳には秀忠の後継者である江戸幕府第三代将軍、家光の指南役となり、その後も昇進し、66歳で合計1万石となり矢宮藩を立藩する。3年後に死去した次男、智則の偉業やその他500石も加増され、最終的に合計1万2500石となる。剣豪から大名になった人物は日本の歴史上、宗則一人だけである。剣術だけでなく兵法思想も一流で、後の武術、武道に大きな影響を与えた。その後は猿楽、統計などに興じ、76歳で病死する。家光からは信頼されており、生前は家光自身が見舞いに訪れたり、死後には樹脂家が送られた。あとは実質的に、矢宮十兵衛として知られる長男、光吉が継ぎ、矢宮藩は幕末まで存続、また歴代将軍の指南役も続くことになった。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。